ははいいおはようございますすキャプテンスのバイブルトークです、えー、今日は3月2日、えー「民数記」の31章なんですけども25節から41節なんですけども今日で終わらないんだね、これね。これちょっとさ、誰だ,だよ、これ考えたやつってあの昨日。昨日のところでも結構大変だったんですけども31章ね、これなんで3つに分けるかなって特に今日のところなんてまあいいや。 <laughs> まあそういうところもねありますということで一応こうじゃあちょっと見ていきますけれども25節からえお見せします主はモーセに次のように言われた「あなたと祭司エルザダ,ダル及び改宗の士族の頭たちは人と家畜で捕虜として分どったものの数を調べその分取ったものを戦に出て取ってきた戦士たちと全回収との間に二分せよ」と。ということで。 あの昨日のね、あのー、ミディアン人との戦いで分取ったもの報酬をこれから、はい、配分しますよっていうところが今日のところなんですけどもだ <laughs> そもそもだってあれだよねだってほらあのひどい話じゃん昨日のね、えー、でそれを今度はもうそれで分取ったものを、はい、分けますっていうことですけども、まあ、ちょっと見てみましょうあの一応ね戦士たちと全回収つまり 戦った人たちとまあ他のその他ねで総額ね分だったもの,の総額を半々で分けるっていうまずここ。えー、これ文句言う人いないっていうか文句言う人がいるとしたら絶対戦士の側から文句が出るんじゃないですか俺ら戦ったのにお前ら何もしてないじゃんっていうふうに思うかもしれませんけども。 <laughs> でもここでは留守を守った人たちも半分で戦った人たちも半分っていうふうにまあそういうふうに書かれています。理由は特に書いてないですけどもあのまずそこね。で次に次に28節見るとじゃあ戦に出た戦士たちからは人や牛やロバや羊をそれぞれ500に対して1つ。 主のために貢として徴収せよつまり500分の1を半分総額の半分もらったうちの500分の1を神様に返しなさい祭祀エルアザルを通して貢ぎ物にしなさいっていうことで500分の1ねえというふうに書かれてる。じゃあ今度イスラエル人。 30節イスラエル人が受ける分のうちから人や牛やロバや羊これらすべての家畜をそれぞれ50に対して一つ取り出しておきそれらを死の幕屋の任務を果たすレビ人に与えなければならないと」と今度は半分もらったイスラエルの全回収はその中から50分の150分の1をレビ人に渡さなきゃいけないっていうことを書いてあるね。先に戦士たちは500分の1を神様へ。 え回収は50分の1をレビビトへっていうふうに結構こう明確なあのルールがここに書かれていてでそれに対して数がねちゃんとこの後あと民数記ですから数,数うるさいですから書いてありますけどもまあ数はちょっとあの自分で読んでくださいということで今日はだから41まで41までかえー だそれで終わっちゃうんだよね、えー。そうね。終わっちゃうんですよそれで。でどうしろというのかということでこれあの政、ー、治同盟のねあの通読証というか、えー、あれだよ。 見言葉の光書く人もね結構大変苦労しているところでいろんな他の話引っ張ってきたりすると思うんですけども時々ねこんなこと言う人がいますとあの通読旧約でねレビ記とか水抜けつまんないとこばっかりが続く時にもうつまんないから別の通読表で新約聖書もあのいつも一緒に読んでますっていう人がいる結構いると思ういいと思うんですけどもいいと思うんですがもったいない。 あの今日のとこはかなりねかなり、あのー、ひ,どいひ,どいひどいというか今日のとこはあれですけどもでもあ今日のとこは分かんないから今日はもう適当でね、ここはもう旧約だし適当でよくて、えー、もっと、あのー、新約の方のもっとすぐね使えるとこをやりましょうっていうのはいいんだけどももったいないですよ。あのー ここからでもいやなんだよこれ今日のところ何っていうところからでもでもここに何か自分がこう受け取るものというかね考える訓練というかねこの数字ばっかり出てくるとこうここから何を神様はねあの言おうとしてるのか,といか考える訓練という意味では最高の場所だと思いますね。 っって言って言るけど戦ったね戦士たちと留守番した人たちと同じっておかしくないとかねあとそのいや戦士たちが神様へ500分の1でレビビトに50分の1って何かおかしくないとかねえいろんなその疑問とかで見てるうちにこの数字ちょっとおかしい昨日のとこ昨日この間のとこそうだけども1日ずつ減っていくのはなぜかとかね。 そういうところの中にもしかしたらまあここは違うと思うんだけどもでも神様のね隠れジーデスがあるかもしれない。なのに「あ今日も,もうだめ、今日はもう全然筋ばっかだからやんない」って言って新約開いて「あ,あ今日はやっぱりねあのいいよねパウロの手紙だよね」とかね「ローマ書だよね」とかねでもったいないと思うんですよ。 あのー、もちろん両方やればいいんだけども一度その今日のところでもなんだよこれと思っても線を引いたりね読み直したりしながら「神様何をこら語ろうとしてるんですかと」と、えー。おかしいじゃないですかこれね通読表を考えた人もう少し考えろよと、ね」と <laughs>。あの まあ大変だと思うんですけどもここなんか2回1回でも1日で終わらせればいいじゃんとかも含めながらそんな文句も言いながら読んでいくと私そういう読み方してたらねいろんな発見キア・スムスもそうですけどもそういういろんな発見ができるんだけどもそれをしないで「はい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 旧約はもういいからあの新約ね」っていう読み方はあのダメとは言いません。けども もったいないなって気はします。ということで、こんな偉そうなことを言って、明日どうしようかと。あのちょっと今から心配なんですけども、明日はまだ三十一章続きます。それではまた。ごきげんよう。